はいどうもこんにちは、こんばんは、しばです。今回は YouTube の再生バーを好きなデザインに変更する方法について解説します。 YouTube で動画を再生した時に画面下に表示される赤色のバーとボタンのことを再生バーとかシークバーと言いますが、このデザインを好きなものに変更できる Chrome の拡張機能が存在します。実際に設定を行って YouTube で動画を確認してみると、このように可愛い猫ちゃんが動く再生バーにカスタマイズできますし、他にもかなりの種類が用意されているので動画視聴をより楽しくすることができます。誰でも無料で簡単に設定できるので、実際のやり方が気になる人は取り入れてみてください。ちなみにコメント欄でも質問を受け付けていますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またメール講座でゲーム動画を投稿して稼ぐための情報も発信しているので、説明欄の各情報もチェックしてみてください。再生バーをカスタマイズするには、カスタムプログレスバー for YouTube という Chrome の拡張機能を導入する必要があります。 Chrome 以外のブラウザを使用している場合は利用できないですし、スマホでは利用できないので PC で作業を行うようにしてください。それではやり方を解説しますが、説明欄に記載しているカスタムプログレスバー for YouTube のページのリンクをクリックして、このような拡張機能が配布されているページを表示させてください。表示できたら画面右上にある Chrome に追加をクリックしましょう。ちなみに誰でも無料で利用できるので安心してください。次に画面上に確認画面が表示されるので、拡張機能を追加をクリックしてください。すると拡張機能が追加されて画面右上に表示されます。ただこの時に他の部分をクリックすると右上に表示がなくなってしまうので注意が必要です。その時の対処法を解説しておきますが、パズルマークのような拡張機能のボタンをクリックして、カスタムプログレスバー for YouTube のピンマークをクリックしてください。すると画面右上に固定表示することができ、これから行う設定がやりやすくなるので覚えておきましょう。次に実際の設定方法について解説していきます。画面右上に表示されているアイコンをクリックしてください。するとデフォルトで使用可能な再生バーのアイコンが表示されるので、試しに好きなものをクリックして選択し、実際に YouTube の画面を開いて動画を再生してみてください。実際に確認してみると、このように再生バーの色が虹色に変化したり、アイコンも変化しています。もしもデフォルトで使用できる再生バーで好みのものがない場合は、専用サイトから好きな再生バーを追加できるので、そのやり方を解説しておきます。まずは画面右下にあるモアをクリックしてください。すると様々な再生バーを追加できるページが表示されます。ただページ内は英語で解説されているので、書いてある意味がわからない人もいると思います。その場合は画面内で右クリックして日本語に翻訳をクリックすることで日本語にできるので、必要であればこの作業を行ってください。ちなみにこの先は日本語翻訳した状態で解説します。次に実際にページ内を確認して追加したい再生バーを見つけることができたら、追加をクリックしてください。すると画面右上にインストールされたという確認画面が表示されます。あとは一番最初と同じようにアイコンをクリックして、先ほどインストールした再生バーをクリックして選択し、 YouTube の画面を開いたり更新したりして確認してみましょう。実際に確認してみると、このように再生バーを変更することができます。こんな感じで自分の好きなように再生バーをカスタマイズできるので、自由に楽しんでみてください。はい、これで今回の動画を終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで YouTube に関するお役立ち情報や、ゲーム実況に使用する機材やソフトの使い方、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。